というわけで今日は JR 西日本の草津駅へやってまいりました。そして今日はスペシャルゲストに来てもらっておりまして、この蛍光色で有名な沖鉄さんという方に来てもらっております。本日よろしくお願いします。お願いします。というわけで今日はですね、沖鉄さんにぜひとも紹介したいものがあるんですけど、はい、この草津駅からちょっとで歩こうと思います。はい、何かわかりますか？わかんないですよね。じゃあ行きましょう。今回はね、すごい面白いものをね、ちょっとね、動画にしたいなと思って、わざわざここの近くにね、この沖鉄さんという方がいらっしゃるので、お呼びしたわけなんですけど、見ての通り足元全身真っ黄色でね、真っ黄色というのかな、蛍光色でね、カバンもちょっとね、目立つ色してるんですよ。というわけで今日もよろしくお願いします。今日は草津駅から始まります。草津駅の南口までやってまいりました。今日はそのね、先ほど言いました面白い場所があるということで、それを動画にしていこうと思うんですけど、行きましょう沖鉄さん。はい、それがある場所はですね、旧中山道の近くにあるんですけど、これ非常にね、面白いね、こう鉄道の、遺構といいますか、構造物があるわけで、ちょっとピンときたかもしれないですけど、あるものがあるんですね。おやおや、すごい低いものがあります。というわけで今回はこの、もうね、頭が当たりそうなぐらい低いこの中山道のトンネル、草津のトンネルについて今日はね、動画を撮ろうと思っております。沖鉄さんどうですか？低いです。低いですよね。うわ、ここに電車が来ることってあるんですか？反対側から見るとこんな感じです。そしてこの道路を出た先に広がるこの道が国道1号線というふうになっております。左側の国道1号線とその横に走る東海道本線、向こう側が草津駅ですので速度を落としていることがわかります。そしてですね、ここが中山道という道なんですけど、当時江戸時代とかに陸の道として、歩く道として使われていた、そこの中山道とか東海道とかがあるわけですが、その東海道中山道のところにはそれぞれなんとか塾というのがありまして、草津塾もあったのかな。中山道の草津塾はずっともうちょっと行ったところに、草津駅の前の方にあって、そこから次の塾は森山塾という宿があったはずです。生活道路につき歩行者優先、自転車の方もいらっしゃいましたが、こんだけ低いとですね、自転車に乗ってたら頭をね、擦っちゃうんじゃないか、僕みたいな高身長では頭を擦るんじゃないかと思いますけども、僕の身長がだいたい175ぐらいなんで、パッと見たらですね、190ぐらいあるんじゃないでしょうか。おお、今電車が通過したばっかりだった。おお、すごいすごいすごい。どうですか沖鉄さん、めっちゃ最高ですよね、ここ。最高ですね。いやでも何ですか？でもここよりももっと低いところが京都の宇治にあるんですよ。京都の宇治ですか？はい。今から行くってことですか？そう、行きましょう。あ、だから今日蛍光色でこの緑色の宇治のお茶を表現してるんですね。なるほど。そうです。というわけで、僕がここをね、紹介したんですけど、ここよりもね、もっとね、低くて恐怖体験ができる場所あるっていうね、前のね、沖鉄さんが言ってるんで、ちょっとね、ついていこうかと思います。さっきまで行ってた中山道の下の道はあっちの方面で、こっち側が今帰ろうとしてる草津駅方面なんですけど、草津駅からね、ずっとこう来るとなんかね、ちょっと怪しい場所を見つけまして、で、ここのね、なんかこう出れそうなとこがあって、そこからこう道が続いてるわけですけど、ちょっとね、これ怪しいと思ってね、沖鉄さんにね、教えてもらいました。沖鉄さん、ここのなんか怪しいカーブってこれ何なんですか？旧草津線の廃線跡です。あ、旧草津線の廃線跡ということで、今草津線っていうのはずっと高架になってから伏線でずっとこう上がっていってっていう風に走ってるんですけど、
なんと昔はここをずっと線路が通っていまして、向こうの方に草津線、柘植方面へ線路が通っていたらしいです。それが今は道路になってるらしいんですよね。ちょうどあそこには列車が走っていますが、あの辺からずっとこの方に線路がやってきていたわけです。はい、というわけで草津駅に戻ってまいったんですけども、なんでここ1、2番線にいるんですか。これ草津線のホームなんで、滋賀県とか南の方に行くんですけど、なんですか。いやもう分かってると思いますが、大回りをします。ここからは大回りですか。はい、大回り。僕ちょっと今から京都の宇治に来たんですけど、この沖鉄さんという方、実は大回り系 YouTuber みたいな感じで、沖鉄さんの YouTube の方を見ていただくと、すごい大回りに関する動画がたくさん投稿されてるんですが、まあ、皆さんもですね、大回りに興味があれば、ぜひ沖鉄さんの動画を見ていただけたらと思います。新幹線に大回りに乗る方法なんかも書いてあるので、非常に面白いですよ。というわけで、沖鉄さん。はい。今から草津線に乗って、わざわざ宇治まで行くのに、草津線に乗るわけなんですけど、はい、時間大丈夫ですか。大丈夫です。いやというわけで、今から行きましょう。というわけで、まもなく到着する電車は草津線の柘植駅でございます。昔は113系なんかも使われていたんですが、現在は221系電車という、比較的ですね、新しい車両となっていますが、作られてからもう数十年経つような古い車両ではあります。これに乗って今から、この草津駅と書いてありますが、幕が変わってきっと草津線普通電車の柘植駅になるかと思います。これに乗っていきたいと思います。さんは動画を回しておりますけども、ちょうど今から約1時間の旅がスタートしていきます。普通に新快速と京都乗り換えで宇治まで行けばもうちょっと早く着けるはずなんですけども、今日は JR の運賃590円で、宇治と言いましたけども、正確には6時増駅という駅まで行きます。関西本線のキハ120系が走っておりまして、ちょっと沖鉄さんについていこうと思います。おお、さすが三重だけはあります。忍者が上にいます。三重県は柘植駅にやってまいりました。キハ120、これ未更新っていうんで少し古いタイプなんでしょうね。すごいレアだということを聞きました。ディーゼルのエンジンの音が鳴り響いてます。関西本線の亀山に行く方面の電車が先に出発しました。JR 鴨駅に到着です。隣は木津駅なんで、木津駅までね、ここからね、また今度乗り換えていくことになりますが、奥にも地下120系という車両が止まっております。そして今まで乗ってきたのがこちら、幕回しをして亀山駅にちょうど変わったところです。この駅はあちらのホームの高さに合わせているため、ここはすごい高さが低くなっております。121系電車は大阪なんかに乗り入れますが、それに合わせて作られているわけではなく、関西本線のキハ120なのに高さを合わせているため、ここが猛烈な高さの違いになっているんですよね。なんと木津駅まで来てしまいました。ここはもう京都のだいぶ南のところでございます。
路線図がないんでちゃんと解説できないですが、めちゃくちゃ遠いです。暑すぎるのでアイスを買いました。次の電車まではまだ時間があるのかな、わかりませんが、いやアイスがないとやってられません。今電車が入線して、せっかくなんで、ね、涼んでいるところですけども、あ、ちょうどいいところだった。別にここは車椅子のなんか人が使ってなかったら別にいてもいいんじゃないかなと思ったので、よく利用させてもらってますけど、まあ、もちろんベビーカーを使っている方が来たらね、移してここの場所を譲ってあげたいですが、しばらくここでアイスとともに休憩したいと思います。今回の動画は僕がまあ思いついたんですが、この動画を今どんな感じで進行していくかというのは結構沖出さんも考えてくれてまして、最初この動画というかこの企画をね、何かやろうというふうに言い出してくれたのは沖出さんでありまして、まあね、夏休み中になんか撮影しようというふうに、まあ、そういうことをね言ってくれたのが本当にまあ嬉しかったというのもありますし、僕がね結構そう計画とかね無計画にやる人なんで、そういういろいろ調べてくれたりとか、今回の動画のね助けになるような、情報とかね教えてくれたりして本当にありがとうございますという感じです。皆さんもねぜひ沖鉄さん、僕とは違うまた面白さがあると思うんですけども、僕はね結構無頓着で計画性なしみたいな動画出してるんですけども、まあ沖鉄さんも結構大回りとかでどちらかというと旅の工程をね決めていくみたいなタイプなんで、また違った動画が見れて面白いと思います。ぜひチャンネル登録してあげてください。というわけで天の声はこれで以上です。次は小畑です。お出口は左側です。暑い。草津があそこじゃないですか。でずっとこう木津まで来たり、ね、杉江まで行って、で鴨まで行って、また木津からこうやって、何時間かかったんですか？3時間ちょっとかかりました。もう時間3時間ぐらい経ってますよ。すごいすごい。奈良線は221系天国ですよ。今までは103系電車というのも走ってたんですけど、残念ながら103系はもう引退してしまいまして、奈良線にはこの221系と呼ばれる電車と205系と呼ばれる昔浜松線なんかでも走っていた車両が走っているわけです。ちょっとね、沖鉄さんに連れられまして、さっきのこうずーっと道をねこう配線を進んできたわけなんですけど、ねえ困った。ええー、あれやばいじゃないですか。さっきの草津の下とは比べ物にならないぐらいの低さをちょっとこっからでも感じ取ることができます。これね、自転車バイクは降りて通行してください。これ乗りながら行けるわけねえじゃんとか思いながら、上空注意宇治市、上空って上見上げたら空なんですけど、これも上空じゃないですよね。だってこれカメラ普通に持ってたらぶつかるもん。えぐい。桁下 1.2 メートルですから、120センチの人がようやく今かがんでるんですけど、かがんでなんとか通れるレベルです。ここだけちょっとね高いんですよ。なんだこれ、熱カフェのなんかコーヒーのあれを置いてあります。ちなみに僕がどんな状態かというとお見せしますと、こんな感じになっておりまして、もうねもうかがんでるんですよ。しゃがんでなんとかいけるみたいな高さになっております。いつも通られてるんですか？いつも通ってます。すごいですね。ここめちゃくちゃ低い。ここでも乗ったまま通ったんですよ。すごいですね。バイクは低いからかな。ああ。でも自転車でもしようと行かせます。すごいですね。あ、すいません。というわけで地元の方曰く、ここで乗りながらで、自転車乗りながらずっとこう進んでいく人もいるらしいんですよね。やばい、これすごい。今僕身長がだいたい170何歩ぐらいあるんですけどね、先ほども言いましたけど、身長170何歩ある人だともうね目線がねこの辺なんですよ。このちょうど枕木のちょっと下のあたりが目線なんですよね。
しいな。おー、来た。おー、すごい、すごい。おー、やばいっすね、ここ。今見ました。ちょっとちゃんと映像で撮れてなかったかもしれないですけど、本当になんか見た感じめちゃくちゃ怖かったすぐ目の前を通過していくみたいな。高さ 1.2 メートルって書いてありますが、正直高さ 1.2 メートルなのはここだと思ってましたけど、この辺でも 1.2 メートルなんじゃないかっていうぐらいね、めちゃくちゃね、低いんですよ。先ほども見ていただいた通り、ここからね急に電車来たんでびっくりしたんですけど、もうレベルが違います。さっきの草津の場所でしたら、こう下からね見上げた時にこうやって見えなかったんですけど、ここねなぜか知らないですけど見えちゃうんですよね。これめっちゃ怖い。いやー、なんでこっち側の方がよく怖いのかなと思ったら、ここに理由がありそうです。なんかすごいめちゃくちゃこっち寄りに線路が傾いてるんですよね。多分カーブの途中でカントと呼ばれる角度をつけて列車が安定走行できるようにしている線路の工夫が歩行者への脅威となっております。だから列車が全体的にこっち側に傾くんですよね。すごい、すごい指すげえせっかくだからこうどんな感じなのかっていうのを皆さんにお見せしたいと思います。ここではサムネイルを撮影しました。ここからですね、いろんな通過を見てみたいと思いますが、こちら京阪宇治線の電車、両数的には4両編成と短いですが、迫力はすごいですよね。速度はそんなに出ていないはずなんですが、カーブでギシギシと音を立てながらこのガーター橋の上を通るので、下にいたらすごい振動が伝わってきて、たまにね冷房装置か分かりませんが水も吹っ飛んでくるんですね。多分無害だと思いますが少し怖いです。一応注意書きでね、線路から離れてると注意に書いてあるんですけども、なかなかねやっぱり危ないと思うので結構気をつけなきゃいけないなとは思いましたよ。というわけで、こんだけめちゃくちゃ低い、橋梁がこんなとこにあるんだなという、感じのお話でした。やばいね、さすが沖鉄さん、いろんなことを知っているらしく、僕が草津のあれを紹介したならばそれを上回る迫力を見せてくれるこちら京都府宇治市にありますこの橋梁のガータ下の部分を教えてくれました。いやー、もう怖いからね、人生の最後の動画がこれになるかと思ったぐらいでした。というわけでご視聴ありがとうございました。また他の動画でお会いしましょう。さようなら。